はいえ。それでは、あ順列と点等数ということで、えー、前回ですね、置、え、換、ー、行列、置換行列の行列式の値がどうも問題になる。つまり、まあ、列ベクトルですね。単位行列の列ベクトルを並べ替えたものの行列式の値が問題になると。で、それ、問題になるっていうのはそれが1かマイナス1なんかなんですけれども、それを、まあ、偶数回並び替えたら1だし、奇数回並び替えたらマイナス1だしと。 いうことなんで、要するに、今順列というのがちょっと問題になりそうだということですね。で、そこでですね、まあ、今回、順列と点等数ということで、えー、順列を並び替えるというお話をしたいと思います。まず、順列なんですけれども、まあ、の整数 n に対して SN というのを、これをですね、1から N の順列全体の集合というふうにします。ここでま、順列というのをですね、表す、表し方として、このブラケット、 とで囲んで、順番にその順列を並べて書くというふうにしたいと思います。え、がってはこのシグマというのをですね、ま、ギリシャ文字のシグマを使って、小文字のシグマですね、え、SN の要素シグマというのを取ってきたときには、その要素はシグマ1、シグマ2、シグマ N というふうに記載することにします。ですね、下に1、2をつけて、シグマの1番目、2番目、N 番目の順列の数というふうにしたいと思います。 はい。まあ、このような記号で書くんですけども、順列は、あまあ、別の見方をすると、1から n の集合。まあ、これをこの、またブラケット1個の n でこう囲って書くんですけども、えー、略記しますけれども、まあ、この記号はあまり使いませんので、まあ、まあ、要するに 1, か1、12n から 12n へのあ、1から n までの集合から1から n までの集合の全単車と同一しできますということですね。えー、つまり、えー、例えば3、12という順列があったとすると、それは、 123に対して、それぞれ1を3、2を1 2、3を2に移すというふうな全体車と同一視できると。全体車があれば、その行き先を並べたら順列ができるし、順列があれば1、123の行き先をその順列の3、12にすれば、車像、全体車ができるということで、まあ、どちらもまあ、1対1に関係にありますので、同一視して考えるということですね。はい、それでですね、SN、 の弦、シグマ、つまり順列に対する点灯数というのをここで定義したいと思います。点灯数とかあるいは反転数、教科書反転数だったと思いますが、この、世間的には点灯数がちょっと多いようなので、一応こう、点灯数というのをメインにしていますけれども、まあ、反転数とも言いますが、何かというとですね、え、i、小なり J だが、シグマ i、大なりシグマ J となる、シグマ i、シグマ J の組の数と、 要するにこれはですね、例えば、5、2、3、4、1だとするとですね、えっと、番号は代償関係は1と2とか1と3とか1と4とか2と3とかそういう関係なんだけども、その実際の数値は、その代償関係と逆に、えー、代償関係が逆になっていると。例えば、1、2は5、2ですから、これ代償関係逆になっているわけですね。 それから54、14ですね。14という ij が14の時も54ですから代償関係逆になっています。45もこれ代償関係逆になってますね。ということでそういうふうな ij の組み合わせ。まあ n が5だと例えば全部で ij の組み合わせは c の52で10通りあるわけですけども、そのうちこの代償関係が逆になっている組み合わせをですね、えー、全部数えなさいと。その数を点灯するというふうに。 いうわけですね。で、この点灯数なんですけど、今みたいに適当にこう数えて、これとこれこれとこれとか数えてると分かりづらいので、えー、まあ、i か j どちらかをこう基軸にしてですね、順番に数えたいと思います。えー、ここではですね、えー、シグマ i より左にある。ですから、まあ、例えば、えー、先ほどのちょっとまあ、ちょっと先と違うかもしれませんが、5、4、1、3、2というのがあったとすると、この2番目の4から始めていってですね、 4より左にある4より大きい数。これ5が大きいから1個ですね。これ M2 というふうに置くわけですね。これはシグマ2ですから、シグマ2より大きい数で、シグマ1からシグマ1まで。まぁシグマ11個で、シグマ2より大きいものは1個だけなので1個と。次にシグマ3より大きいシグマ3より左側にある。つまりシグマ1、シグマ2の中でシグマ3より大きいものは何個ですか それを M3 と書きなさいと。これは2個ですね。っていうふうな感じで、順番に数えていくと、こちらが2番目、3番目、4番目、5番目の数から見てですね、それぞれ左に何個大きなあるかっていうふうにやっていくと、この IJ の中でこの J を基準にして、シグマ J の方を基準にしてですね、シグマ2より大きい数、シグマ3より大きい数というふうにして数えていこうというふですね。それを全部足したものが、まあこの反転数、点倒数というものになるという 例を挙げてみると、例えば2143だとですね、これはシグマ2より大きいもの1個ありますと。からシグマ3より大きいものは0個ですと。シグマ4より大きいものは3より大きいの1個だけですね。これ一個だけと。いう感じで結局反転数、点と数2個ですと。はい。まあ、直接数えてもですね、21と、それから43と以外にはないのわかりますね。えー、この二と、こっちが i の保機軸にしてもすね、i と2と 比べて2より小さい、右にあるのに小さいやつはい1しかない。1より右にあるのに1より小さいやつもない。4より右にあって4より小さくは3だけという感じで言ってももちろん数えられますけども、今ここではですね、J の方を基準にして、J を止めて数えていくというふうにしました。はい。同じようにですね、シグマイコール2413の場合は、4より左に4より大きいのはない。2ですから0ですね。 1>, 1より左で1よりあの、大きいやつ。本来は1より左にあ、あ左にあるやつはちっちゃくあるべきなんですけども、そうなのにそうではないやつがいくつあるかということで、反転転倒というわけですけども、1より左にあって1より大きいものは1個もないので、えー、あごめんなさい、1より左にあって1より大きいものは2個ありますので2個ですね。で、3より左にあって、3より大きいのは4、1個ですので1ということで、転倒数は3というふうになります。 はい、ここで主張ですけども、2意の順列シグマは、N シグマ回の交換で、順列1にできるっていうわけですね。はい、本当かどうか。ちょっと例で確かめてみましょう。まず、2、1、これ3、4。ちょっとさっきよりもっと簡単なやつ、2、1、3、4にしました。これね、ここだけひっくり返ってるんですね、えー。これ、ここだけひっくり返ってるんですけども、これ点等数はどうなるかというと、M2 だけ唯一1で、あと全部0なんですね。M3 も M4 も0なんですね。で、1回交換すると、はい。 ちゃんと123になりました。ですね。まあ、これは簡単な例ですね。はい。それから、シグマイコール2413。これどうでしょうこの場合は、M2 が0。ここは0ですね。M3 は2ですね。で、M4 は1ということですね。ですから、点等数は3。さっきの例と一緒ですね。で、まずその、M2 はこれ何もすることないですね。あの、要するに、自分より大きい数が前にいたら、前、え、これ、まあ、人だと思ってください。 えー、2番の札を持った頭にこう、2番の、えー、ライトをつけた人がですね、えっと、いて、後ろに4番のライトをつけた人がですね、で、後ろの4番の人が、4、4の数字の人が2番目にいるんですけど、えっと、前の人が自分より大きいかどうか見るんですね。で、自分より小さいと。で、その下の方何もすることはないので、後ろから肩叩かれない限り、その人はまあ何もしないと。と、次に3番目の人の順番に回ってきて、3番目の1がですね、自分より、もうこの時点で2、4はこあの、ちゃんと、 えー、列順に並んでいるということですね。えっと、この2、4は、ちゃんとこの列順に並んでいるわけですけども、この1の人はですね、えー、自分より前に2人、大きい人がいるはずなんですけども、その2人はもうすでに整列しています。ですから、この1の人に順番が回ってきたときは、今整列してますね。ほんで、1の人が前の人と4番の人に、トントンと肩叩いて、変わって、と。前行くわけですね。こうなります。で、またこの1の人が、まだもう1人いるから、変わって、という。 そうすると、この1の人までの3人の並び方が、最初241だったものが、124ときれいに整列しますね。はい。そこで、3番の、この4番目にいる3、3番っていうか、3ですね。3の人。4番目にいる3の人ですね。シグマ4イコール3ですね。この人が、今度は、前の方を見るわけですね。まあ、順番はで、ね、と、この人よりも大きい数っていうのは、 当然、この M3 ですね。M4 ですね。M4。こう、いるわけですね。この人はずっとここに、ポジション、あの、定位置にいるわけですけども、この人より前に大きい数が何人いるかっていうのは、えー、この前の3人で同意で変わろうと変わらないわけですね。ですから、この M4 イコール1の状況はずっと変わらないんですけども、えー、前の人はね、3人に、ね、整列してくれるんです。自分の場に、この4番目の人に回ってくる時点で、この3人はちゃんとこう整列してるんですね。なので、この、 3の人はですね、あの、一番前の人、自分より前にいる、この M4 人の、今のは1人ですけど、1人の人と交換すれば、その段階で、この4人全員の整列が揃うわけです。ということで、はい。M4 回、シグマ4左と交換。つまり、1回、シグマ4の人が前にいる人と交換することで、交換完了ということになるんですね。 はい。では、ここで問題ですね。次の各順列について、MI、m i 先ほどの mi を計算して n シグマを求めなさい。また、m2 から mn を足した回数の交換で整列できることを確かめなさいと。こういうも題ですね。はい。それではちょっと腕試し、ちょっとやってみましょう。理解したかどうかを確認するためにやってみましょう。 はい。それでは解説していきましょう。えっと、まずですね、1番からいきますね。1番は、M2。M2 は何ですかねこれまず M1 じゃないので、M2 から始まりますけども、M2 イコール1ですね。はい。2より大きい人は1人だけいます。次、M3 ですね。M3。5より大きい人は一番大きい人ですね。ね1番大きい人なんで、自分より大きい人はいるわけないので、これは0となりますね。それから4人目の M4 さんですね。M4、M4、あ、M4 さん、シューマー4さんですね。 シグマの3っていう人の前には、あ2人、4と5という大きい人がいます。で、最後にシグマ5の人の前にはあ、これ一番小さい人が一番後ろにいますので、4人一番でかいわけですね。ということで全部足すと7ということで、えー、点灯している組み合わせは全部で7通りあるということになります。それから、この M1、えー、回数を変換していきます。まずシグマからですね、えー、M2 イコール1ということなので、えー、1回交換して、 この4の人があ、ごめんなさい、2の人がですね、1回交換して、最初のこの2人は整列します。いいですね、ここが0だったら、えー、自分よりあ、あの、大きい人いないので、ここは何をする必要はなくても、この最初の2人は整列状態になるわけですね。で、1だったら、最初の2人が整列状態になると。いずれにしろですね、この3人目に来るときには必ず、前の2人は整列していることに注意してください。いいですね。 で、次、3人目来るとですね、この人はもうあの何もすることないので、この時点で何もすることないので、この3人がもうすでに整列しているという状態になっているということがわかります。ですから、ここ M3 イコール0で何もすることなく、自動的に3人目が回ってきた時点で3人、最初の3人は整列していると。 はい。次、4人目ですね。4人目に回ってくると、この3の人の前には2人大きい人がいるはずです。でその2人はこ成立してますから、最初のこの3の前にいる直前にいる2人になるわけなので、この3の人は5と変わり、次に4と変わることによって、はい。この2ステップを踏むことによって、3、4、5となり、結果的にこの最初の4人が、はい。成立することになります。そして、最後のシグマ5ですね。 この1は前の、前に4人いるわけですけども、その状況は変わりません。ですね。そして、前の4人は整列していますから、この1が順番に変わって前に行くことによって、この2、3、4、5の順序はそのまま変わらず後ろへ下がるだけですね。順番に1から呼ばれるために交代していきますから、この2、3、4、5自体の順序はそのまま後ろへ下がるだけで、結果、1回、2回、3回、4回ということで、1、2、3、4、5に整列できました。 ということですね。はい。ここは4回と。2番の問題ですね。後半の方はどうなるか。まあ、タウというのはこういう順列ですね。6374152ということで、まず3の方から込みますと、これ1ですね。から7から見るとこれ0ですね。4から見ると2人います。1から見ると全員です。5から見ると67の2人です。 7番目の2から見ると、1位以外の全員ですね。1、2、3、4、5人です。はい。ということで、合計すると、3、7、9、14ですね。14になってますね。14人。14個、点灯していると。14の組み合わせが逆転していると。はい。それで、まず最初の1回で、最初の2人が成立します。この7はもう自動的に3人も成立します、はい。終わりです。ここまで終了しました。 次に M4 イコール2ということで、4番目の4ですね。この人がこの前の2人と交代すると、1、2と交代します。はい、そうするとこのようになって、4人目までが整列します。5人目です。5人目の前に4人、はい、全員大きいですから、これも4人がこう順番に、1、1、2、3、4というふうに交代することによって、ここまでで5人目までが整列している。 こういう状況ですね。5人目までが成立していると。そして6番目のこの5ですけど、この人の前には2人大きい人確かにいます。ということで、この6、7とこの5の人が肩叩き交換、肩叩き交換で1、2と交換して、はい、このような状況になります。 はい。最後のこの7人目ですけども、この1人前にはこの5人ですね。この5人が大きいですね。この6人は整列してますから、当然この2より大きいのはこの前、後ろ側のこの5人ということになって、これ、肩叩きを5回やれば、えー、全員が揃い、全員がきちっと並びます。ということで、計5回ですね。はい。ということで、全部でこの14回の交換によって、完全に整列しました。